今回のテーマは、異常に冷たい中性姿勢の発見、究極の物質が実在です。中性姿勢は、太陽の8倍から20倍の重さを持つ巨大な構成の進化の結果として形成されます。これらの構成は、核融合によってエネルギーを放出し、中心部に鉄の核を形成します。鉄の核は、 核融合ではエネルギーを生成しないため、重力による収縮が始まります。鉄の核が臨界質量に達すると、重力による収縮が急激に進行し、圧力が非常に高くなります。この圧力の増加により、鉄の核のプロトンと電子が結合して中性子を形成し、中性子性が誕生します。この過程で発生する莫大なエネルギーが、超新星爆発として観測されます。 超新星爆発によって外装の物質が吹き飛ばされる一方で中心部には非常に高密度の中性子星が残ります。中性子星の質量は太陽の1.4倍から2倍程度ですがその直径はわずか 20km ほどしかありません。そのため非常に高い密度を持ち1立方センチメートルあたり数億トンという密度を持ちます。また中性子星は 非常に強力な磁場を持つことが知られています。中性子星の種族の中で、最も磁場が強い天体は、マグネターと呼ばれ、その表面の磁場は100億から1000億テスラにも達します。地球の地磁気は50マイクロテスラほどで、磁場が強いと言われる太陽の黒点でも0.1テスラほどであることから、マグネターは宇宙で最強の磁石性と言えます。厳密には正しくないものの、 元の構成の磁束を保存しつつ収縮すると考えると生まれたての中性子星は1億テスラという非常に強力な磁場を持つことになります。そのため元の星の磁場が超新星爆発とともに急激に収縮することにより強力な磁場を持つ中性子星を形成すると考えられます。強力な磁場を持つ中性子星が高速に回転することで 周期的な光を発してパルサーとして観測されます。その強力な活動は星の周辺にも及びパルサー風などとしても観測されます。また通常の恒星と連星系を作ることで強力な X 線を発する X 線連星としても観測されます。中性子星同士の連星が合体すると重力波が発せられることも確認されています。そのため中性子星が どのような天体であるのか理解することは、現代の宇宙物理学の重要な課題の一つです。特に、中性子星の内部構造を探ることは、宇宙の極限状態における物質の振る舞いを理解し、宇宙の進化や重力波天文学における重要な洞察を得るために、極めて重要です。とはいえ、極限的な状態にある中性子星の内部では、物質の振る舞いは、 通常の物理学では説明できません。そのため、中性子星内部の超高密度の物質の挙動を理解するには特別な理論モデルが必要で、それを記述するために状態方程式が取り入れられています。状態方程式は圧力、密度、素性の関係を記述し、中性子星の構造や冷却速度、回転の特性を予測します。これまでの理論的な研究により、 数百もの異なる状態方程式のモデルが提案されていますが、どれが最も正確であるかは未だ決定されていません。この状態方程式を制限し、究極の粒子が存在する可能性を示す新たな観測結果がネイチャーアストロノミー誌に掲載されました。2024年5月に発表された結果は、これまでにチャンドラ衛星や XMM ニュートン衛星で観測された70個の中性子星を系統的に解析することで得られました。スペインバルセロナにある宇宙科学研究所のアレッシシオ、マリノ博士を中心とする研究チームは、連成形をなしていない孤立した中性子星を選び、その冷却特性を新たに描き出しました。一つの中性子星から、その冷却特性を明らかにすることは難しいですが、形成されてから、 様々な年代にある中性子星の明るさや温度を測定することで求めています。中性子星の明るさや表面温度は X 線のスペクトルから測定しています。また、中性子星の年齢は超新星残骸から求められます。実際に測定されたデータを見てみると、このようになります。横軸は年齢で千年単位で表示されています。 縦軸は高度です。中性子勢の年齢は超新星残骸から求められていますから誤差が大きいものも存在しています。また、高度も距離の推定に誤差があるため大きな誤差がつくものもあります。様々な色で着色された線は中性子勢の状態方程式から予想される冷却曲線を示しています。モデルにより非常に大きなばらつきがあります。研究チームは このような測定から黒の点で示された3つの中性姿勢が異常に冷たいことに気がつきました。3つの中性姿勢はこれまで数百も提案されている状態方程式のほとんどのものでは説明できず、質量が大きく急速な冷却を行えるモデルが必要になります。質量の大きな中性姿勢にはより多くの粒子が存在するため、 中性子星を急速に冷却させる特別なプロセスが引き起こされている可能性があります。では、具体的にどのようなプロセスが考えられるのでしょうか。その一つの可能性は、ウルカ過程と呼ばれるものです。この過程は、中性子星だけでなく、白色矮星の冷却にも関わると考えられる、ニュートリノを放出する過程です。 ニュートリノがエネルギーと熱を運び去り、急速な冷却を起こすという放射性崩壊です。また、中性子性の内部に、究極の粒子が存在している、可能性もあります。その一つは、ハイパー核です。ハイパー核は、プロトンや中性子のような通常の核子に加え、少なくとも一つのストレンジクオークを含む粒子です。一般的なハイパー核にわらむだ。 シグマ、カイ、オメガなどの種類があります。さらに、メソン凝縮の可能性もあります。メソンは、クオークと、ハンクオークからなる粒子で、対中監視や軽中監視が一般的な例です。これらの粒子はいずれも中性子星の内部の極限的な環境で生成されると考えられ、このような粒子が存在することで、中性子星の冷却を急速に行えます。 どの粒子が存在するのかは、現時点では特定することはできませんが、中性子星は、究極の粒子を含んでいる可能性が高まりました。また、近年、重力波天文学が始まり、中性子星同士や、ブラックホールと合体するときに発生する重力波が検出されています。今回制限された状態方程式が数多く検出されている、 重力波の特性を理解することにも大きな役割を果たすと考えられています。今後の研究の進展が楽しみですね。この動画をご覧になって面白かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。また、発信の機会を増やすために Q、Twitter、X と Instagram も活用しています。よろしければ、 こちらのフォローもお願いいたします。